急がなくちゃ。ああ、クジラがすぐ横にいるぞ。嘘だろ。クライズイ。ドローンの操縦者もびっくり。カヤックのすぐ横に一頭のザトウクジラが。シドニーのビーチに突如現れました。カヤックはクジラに気づいていないようだ。おい、クジラが君についてきてるぞ。ここはビーチからすぐ近くの浅瀬で、クジラはカヤックに興味津々の様子。しばらくついて回ります。さらにクジラに気づかず泳ぐ人の姿も。向きを変えろ、クジラが下にいるぞ。つっつかれるぞ。クジラと接触する恐れも。その後クジラは離れていきました。浅瀬に迷い込むといえば、ゴールドコーストでは網に引っかかったザトウクジラを発見。実はこの網、ビーチにサメが入ってこないように貼られた防護用のもの。それにクジラが引っかかってしまったのです。体長10メートルほどのザトウクジラ、泣きながら必死にもがいています。クジラは網にかかると傷やストレスなどから救助されても生き延びることは難しいといいます。その後クジラはなんとか沖へ帰っていきました。環境団体はクジラが回遊する季節はサメよけの網を撤去するよう求めています。